はい、おはようございます。ラスカルでございます。いらっしゃいませ。変な魚おじさんです。よろしくね。西安海斗です。こんにちは。イエーイということで、今日はね、コラボ動画となっております。僕は大食い専門なんで、はい、食べる人間なんですけど、お二人はね、調理系の対戦を特化した、はい、チャンネルとなっておりまして、はい、今日はお二人に用意していただいた食材を、はい、さばいて調理していただいて、僕が死ぬほど食うっていう、はい、はい、ぜひ、ね、ぜひぜひ食べれるんだろうね、でもあの食材。いやどうすか、ね、僕はちなみに絶対無理です。会長ができたら全然この企画ならない。確かにそうですね。今回は、うん、僕も結構自宅だったりとか店舗で撮っていたり、はい、お二人は自宅の方で撮ってることが多いと思うんですけど、はい、今日はね、ちょっと食材がかなり大きいものになるみたいなので、特別にね、ちょっと場所をお借りしております、はい、で今回お借りしているのが名古屋辻学園調理専門学校さんの方のキッチンを今お借りしておりまして、ちょっと学校の紹介なんかを少しばかりしていただければと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、どうぞ。失礼します。はい、はい、こんな感じで行くようになる。お任せします。愛知県名古屋にあります、はい、名古屋辻学園調理専門学校の、教員をやっております西と申します。よろしくお願いします。いろいろ勉強させていただきたいと思います、こちらこそよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、ということで、全然ね、決めてなかったのでグダグダなんですけど、今回はね、こういった形でコラボ動画を撮影させていただきますので、はい、お二人の動画の方では調理シーンを、はい、で僕の方では食べるシーンを撮影させていただきますので、はい、食べるだけじゃなくてね、今回は調理の方もぜひぜひご覧ください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、行くぞ。お待たせしました。ありがとうございます。こちら、すげえ、ブリのお刺身です。とりあえずこれ1品目ですか。1品目でまだまだありますから。はい、はい、じゃあこちらまず1品目のこれ、ブリ刺し。そうです、やばいっすよねこれは。いや、早速いただいちゃっていいですか。いただきます。いただきます。めちゃめちゃうまいです。そしたらちょっと贅沢に2枚食いで、うん、うん、うまっ、うん、しっかり妻もまあ、おいや、うん、うん、うん、うまっ。ね、わさびも、わさびをしっかり乗せて、うまっ、うん、ということで1品目完食でございます。お待たせしました。次に、はい、次のコースはブリしゃぶでございます。またプルプルプル。はい、ブリシャブでございます。ありがとうございます。じゃあこれだけちょっと反対向けてもらって、火が弱くなっちゃうと思うので、ね、はい、あ、そっか、はい、調整しながら、はい、お願いします。はい、ありがとうございます。ということでね、今2品目到着しまして、こちらブリシャブでございます。今お鍋の方が沸いてきたんで、早速いただきましょうか。ちょっと贅沢に2枚食いで、やった、はい、まあ、やっぱね、生よりも火入った方がね、よりブリの甘みをね、しっかり感じますよ。
って。こちら巻いた感じで、うまそう。うん、うまっ。いやこれ今日が大食いじゃなかったらお酒ときたい。でございます。お待たせしました。はい、次のコースはブリカマの塩焼きでございます。いや、はい、ということでね、今3品目が到着しました。こちら、いっじゃあブリカマの塩焼きでございます。うまそう。油がね、プルンプルン。うわ、見えるかな、こんな感じ。身はうまそう。ちょっと早速いただきます。ほろほろのとろとろ。カマってさ、何人か飲み会でこれ一つをさ4人5人とかでつつくもんだよね。贅沢すぎる。やった、うん、ごめんなさい、ちょっと最後身だけ取りにくいのでお皿持たせていただきますね。ということで、3皿目のブリカマの塩焼き完食でございます。はい、ということでこちら4品目ですね。これは内臓の湯引きだね、ボイルで、これが肝、心臓、胃になってるみたいです。時間あけでポン酢の方いいよ。じゃあ早速、じゃあまずこの、よいしょ、ネギを添えて、肝でございます、まずは。よっ、肝、うまっ。若干の癖はあるけど、ね、とろっとろ。すげえ、ブリの肝初めて食べた。うん、うまっ。続いて心臓。はい、続いてこの心臓でございます。心臓も初体験でございます。うん、全然臭みないわ、心臓は。コリッコリ、うまっ。これ次、イカ。ブリのイって食べたことある、みんな。いただきます。うん、あー、これもうまっ。千枚刺しとか近いね。全然こっちも臭みないわ。ってことで今4品目完食させていただきました。はい、ってことで次の5品目か、こちらブリの照り焼きでございます。うまそう。早速ブリテリの方もいただきたいと思います。うまそう。照りがすごい、うまそう。いただきます。うん、うまっ。これやばい。わ、ご飯欲しい。
レもしっかり絡めて、うまそう。うん、うまっ。次がはい、もしもし、お待ちどうさまです。おはようございます。ね、今度はね、こちらどうぞ。うまそう。7品目どうぞ。ブリ大根です。重たいんだって、めちゃめちゃ。ブリ大根、これうまそう。じゃあちょっとまだ、ブリテリの方が終わってないんだけど、ブリ大根これね、しっかり身だけじゃなくてアラも入ってるからね、本当今回用意していただいたブリを余すことなくね使ったコースとなっております。うまそう。ブリ大根のこのブリをいいよっと、プルプル、よいしょ。ちょっといただきます。よいしょ。やらかっ。うん、ちょっとこちらの、ごめんね、しっかり煮えてる中まで、うまそう。すごいのが見えさすがに食べ終わってはないですね。そうですね、まだ、はい、次はこちらブリの味噌カツバーガーでございます。名古屋といえばどうですか。そうです。なるほど。ソースじゃなくて味噌でやっておりますんで、たまんないですね、はい、ありがとうございます。なんかこんな感じでございますめっちゃうまそう。ブリカツと味噌が合うのかどうかは僕はまだ不明です。初ってことですか。初です。初コラボですね、はい、でちょっといただきます。はい、大きい。めちゃめちゃ合う。合うっすか。めちゃめちゃ合うね。おお、よかった。ブリ自体臭みがないから、うまいですね。ありがとうございます。いや、美味しそうに食べますよ。ありがとうございます。こちらこそ全部美味しいです。あ、ありがとうございます。ごめん、今向こうのチャンネルの方で一口食べちゃったんで、紹介前に食べちゃってますで、中はね、今回名古屋に来ているので味噌カツ用のソースを使っております。うまっ。すげえよ。僕の方の最後の料理、ブリカツです、はい、はい。こちら、こちら、はい、こちら。これまだこれ中継地点ってことですよね。中継地点これね、今日折り返しです。これでもこっちの方が魚が大きいんで。あ、なるほどなるほど。もうこれちっちゃいんで結構お腹いっぱいですよ。まあ、そんなこと言ってね、俺たちを油断させろと思ったら面白いからね。ブリの最終メニューでございます。こちらブリカツでございます。うまそう。でちょっとこれも一回ね、冷める前にサクサクのうちに。うまそうだな。いただきます。マヨネーズをつけて。うん、うまっ。はい、そしたらこれ最後の一口でございます。うん、ごちそうさまでした。ということで西庵会長のブリ編ですねが終わりました。でね、この後は変な魚おじさんのお魚パートになるそうです。さあ行くぞ。
マスターさん、はい、来たよ。今これ来たんですよ、はい、あ、こちら竜田揚げと、はい、ムニエル、ムニエルね、これまたあのバーガーです。またバーガーです。これで終わったと思ったら大間違いで、これ大あさり、おー、うまそう。これで本当全品完成。これで全部です。どうですか、めっちゃめちゃうまそうなんですけど、どう、お、せっかくお二人が作ってくださって、うん、ここでね場も借りてるので、はい、あんまりそのフードファイトじゃなくて、みんなでこうエンジョイして食べればなと。美味しく食べましょうよ。もう、はい、もう腹減ったんですよ。もう開けて2時なんで、今2時。もう撮影開始から4時間経ってるんで。じゃあみんなで食べますか。ぜひぜひ、はい、じゃあ食べましょう。はい、はい、じゃあ手を合わせて。いただきます。いただきます。はい、大あさりからいただいてもいいですか、僕。大あさり、大好物から。大好物からね。これめっちゃうまい。これね。これもう剥がれてるんで、こっからいけるんじゃないですか。これうまいですよ。こうちょっとこうちょっと見せちゃっていいから、こっちに。これね、うまそう。いただきます。これめっちゃうまいですよ。おわさり、いただきます。僕もうまい、うまいな、うん、うまいね。あ、だしもちょうどいいっすよ。いいね。あめちゃめちゃうまい、うまいですよ。ムニエルちょっといくね。ムニエル、お、いただきます。はい、いただきます、はい、うまい。僕あの竜田マヨでいきます。これ竜田マヨで、竜田マヨでね。うまいよね。うん、うん、でも5キロぶり食べると、はい、お腹いっぱいでしょ。お腹いっぱいになりますね。なるよね。あらも全部食べてましたからね。でも本当綺麗に、まあ、僕が綺麗に食べたっていうか、本当に綺麗に無駄なく調理してくださったんで、はあ、本当隅々まで食べれて、もうめちゃめちゃ楽しかったです。あんだけ食べてくれるとね、料理した回があったかい。気持ちいいですね、こっちも気持ちいいね。じゃあいただきます。さっきはフライでしたけど、今回タツタなんで、タツタでチキンタツタならずサーモンタツタです。うまそうだけど、はい、いただきます。これどうだろうな。うん、おう、うん、うまっ。はい、ということでね、今全て完食させていただきました。ごちそうさまでした。いや、さすがにあのちょっと僕だけじゃというか、3人でもちょっと厳しかったんでね。そうですね、まあ、先生とかあの今いらっしゃるマネージャーさんとか、はい、みんなで美味しくお昼ご飯を食べて、はい、無事完食ということで、いや今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。今日ね、あのお手伝いしていただいた、まあ、お二人もそうなんですけど、こちらの学校ね、ぜひ調理の興味ある方はパンフレットですとか、まあ、ホームページあるかと思いますので、そちらをご覧ください。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ最後に皆さんでご馳走様だけいただいていいですか。はい、そうですね、はい、はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。